こんにちは、速稼塾の風です。まあ、吉谷さんとね、大きく違うのは私はそこかなと思います。吉谷さんがね、動画を作ったらもうすぐ次行くのは前もね、聞いたことがありますし、まあそうなんだろうなと思うんですよ。まあ、私もね、作った動画いちいち見てるわけではないんですけども、やっぱり肝入りのものってあるんですよ。これは自分なりに行き切ったなっていうのがね、それはやっぱり自分の生み出した子供みたいな感じで、たまに会いに行きますね。そういう感覚で、自分のね、過去の動画っていうのを、全部じゃないですよ、100本作ったら100本見るみたいな言い方にね、吉田さんなってましたけども、違うんですよ。どっちかっていうとね、数百本作ったら1本ぐらいね、心残る発信っていうのがあるわけですよ。で、そういう発信にはものすごくコメントがついてますよ。やっぱり私コメント機能 OK にしてるんで、そうするとそのコメントがね、どん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 こうついてきて、いつも通知が入ってくるんですよ。だから私の発信したことがこれほど多くの人に届いてるんだな、もしくはこれほど多くの反響を呼んでるんだなってことで、改めてね、自分の言ったことがどういうふうに人の心に刺さったのかってことをこうやって振り返ってみますね。まあ言ってみればね、この走馬灯と言いますかね、やっぱ10代の頃好きだったことを思い出すような感じです。まさに私ってね、このキーワードは懐かしさなんですよ。こういうふうに、ね、10代の頃に憧れたものを今40代になってもう一回トライしてみるみたいなことが結構あるんですよ。ナイトライダーもそうなんですけどね。まあですんで、ね、解雇主義と言いますかね、私は自分の人生を結構ね、懐かしんだりとか慈しんだりとか、そういうふうなね、過去に執着って言ったら執着してるのかなと思いますけども、やっぱりね、人間生きていく上で過去ってものはずっと積み重なっていきますから、それをね、自分の宝物のようにこう蓋を開けてね、ああよかったよかった、10代20代とかね、反省とか後悔もあるなっていうふうにめでる気持ちっていうのは、私は昭和の人間かなと思いますよね。未だに三丁目の夕日を懐かしいと思ったりね、クレヨンしんちゃんのね、例のなんていうか忘れましたけども、ああいうのを思い出したりとかね、同じ映画を何回も見るってことがあります。で、これね、多分私、吉野さんとなんでこういうふうに違ってくるのかっていうと、私暇なんでしょうね。暇だし、ビジネスしてないし、本当その辺ではね、吉野さんにはかなわないといえばかなわないですよね。この暇さをずっと使ってるっていうの。暇な状態をずっと暇にしておくみたいなね。吉野さんは時間があれば、いろんなビジネストライしてて、多分ビジネススキルむちゃくちゃ上がってると思いますし、すごい方だと思うんですよ、そこは。で、私はね、ビジネスのために人生使ってない。っていうんですかね、一生懸命やってた時期は確かにあったんですけども、今はどちらかというと人の悲しみとかに寄り添っていてね、まあなんかそう言ったらかっこいいですけどね、そうだよね、なんかね、一息ついてるところというか、生きてること、ライフイズビジネスじゃないんですよ。私はライフイズライフなんですよね。生きること全てが、どんなに貧乏になろうともそれを楽しむとかね、どんなに悲惨な暮らしになろうとそこで、全然後悔というかね、なんとも思わないというかね、面白いドラマだなと思うんですよ。2点3点するのっていうのは、で、常に上がっていかないといけない、常に進化していかないといけないって思ってないんですよ、私はね。もちろん常に進化しないといけないフェーズっていうのはあるんですけども、私は今そうでもないかなと。今はね、安定と守りの時期に入っているかと思います。思えばね、30代20代と攻撃と略奪、いわゆるね、略奪ってのは何かっていうと、ビジネスで勝っていこうと思ってたんですよ。その結果一度も勝てずに、40代から始めたそのネットの世界っていうのは、まあおかげさまでそれまでのツケを取り戻すぐらいの、まあ、勢いがあったかなと思います。その中でね、やっぱりこう、立ち止まることはなかったかなと思うんですけども、今はその立ち止まる瞬間を持って、今までね、ずっと悔しくてできなかったこととか、ずっと後回しにしてきたことを一つずつやってます。その一つが、暇な時間をずっと暇にするとかね、親孝行してみるとかね、それから家族のために何かやってみるとか、近所の人がありがとうって言われてることをやってみるとか、全く金にならないですよ、こんなのは。全くに金にならないんですけども、お金にこだわらなくても良くなったからこれができるかなと思いますし、私もいつかまたね、お金とか生活に苦しくなる時期が来ると思うんですよ。それは覚悟してます。その時またね、一発逆転してみようかなと思いますし、まあ一度這い上がってきた身としてはね、何度でも這い上がってやろうかなと思いますし、まあ、あとね、這い上がらなくても輝くべき人生はそこにあると思うんですよ。一日一日後悔がないですからね。で、私の人生は半分とは言わないですけども、一部はね、過去のために使ってるんですよ。過去にやり遂げられなかったことをもう一回達成するとかね。で、恋愛の話、吉谷さんも出されてましたけども、やっぱりね、幼い頃、10代の頃に、うまくいかなかった、まあ、彼女とかね、お付き合いしてる人とも和解をする時間も使ってるんですよ、今ね。もちろん2人であったりってことはないですけども、私なりにね、悪かったなって思うこともあるし、誤解だったなって思うこともありますし、
だから自分の作った動画は私の子供みたいなもんなんでね、そして私の作った動画が人の心を動かして自分の人生を私の人生を変えてくれたってこともあるんで、やっぱりねそこにはね思い入れがあって、たまにね振り返っちゃうんですよね。まあ吉田さんから見たらねちんけな部分かもしれませんけどね、やっぱりそれぞれこういうふうな違うところはあるんですよね、やっぱね、それがだからこう動画のやり取りをしててもこの違いっていうのが面白いところかなと思うんですね。全てが一緒だとねやり取りする意味もなくなってきますんで、お互いに違うルートを通っても、なんか自分なりのねそれぞれのゴールにたどり着けるのかなと思いますし、吉田さんの喜びと私の喜びっていうのがこう違うところもあったりね、学び合うところもあったりとかね、だから私もねもっともっとビジネスやらないといけないなっていうふうにたまに思うのは吉田さんの動画をこうやって見てるからかなと思いますし、反面いや俺の人生はビジネスの中にはないなっていうところも本当なんですよ。私の人生の一部にはビジネスがあります。それは私の人生を支える屋台骨のいくつかのうちの一つがビジネスであり、一つが恋愛であったり、一つが社会であったり、一つがなんとかかんとかであったりっていうやつの本当一部なんですよね。ビジネスがこけたところでお金がなくなったところで私は幸せを手放すつもりはないですし、自由を手放さないんですよ。ここが肝心なところですね。私はお金がなくなっても自由は手放さないんですよ。ただ自由度を広げるためにお金がどうしても必要な時はお金を作りに行く、そんな時期が40代の前半であったのかなと思いますよね、まあでもねやっぱり、まあそういう考え方の違いあるけどもビジネスもしっかりやっていこうと思いますね、やっぱりね。まあ、ちなみにね、そっか塾ね、やっぱりね、毎日1個売れるんですよね、おかげさまで。だから、1日1個、最低金額3万円で売れるとして、350日あったんですよ。やっぱり1000万超えるんですよね、どう考えてもね。この動画のペースで1000万超えるわけですよ。だからもうちょっとね、強くビジネスガッと訴えかけたりとか、メンバーシップとかバッとやったりとかね、ノートを作ってノート販売したりとかしたら、売り上げ膨らむんじゃないかなと思いますけども、売り上げが走って、思想が後からついていくってことは今はないですね。思想があってその後に売り上げがついてくるっていう今その形になってますんで、これをちょっとしばらくはね壊したくないかなと思います。本当に視聴してくださる皆さんのおかげなんで、なんとか恩返しできるようにね、なんか最近はねお金配りとかやってみようかなと思うんですよ。金額はちっちゃいですよ。金額はちっちゃいんで100万円を何百人とかにはとてもできないんですけども、ちょっとお金配り地道な金額でやってみようかなと思ったりもしますね。まあ、お金を配ればいいってもんではないと思いますけども、最近はですね特別定額級の動画を出してるせいか、5万円ください10万円くださいみたいな声が結構あるんでね、じゃあちょっとみんなには答えられないけども、特定の何人かにね、例えば10人か30人か分かりませんけど、そういう人たちに例えば30人の方に10万円ずつ配っても300万ですからね。300万だったら私でも楽勝でできるんで、そういうことを考えてしまってるかな。だから逆ビジネスです、こんなんで。全くビジネス的には意味がないこと、そんなフェーズに入ってしまいましたまあ私の場合は贈与税とかね、あんまりお金をね人にあげちゃいけないんですよね、きっとね。どういう名目でするかなってこといろいろあるんですけども、まあというところで、なんか何言ってるのか分かんなくなりましたけども、自由を手放すつもりはないっていうタイトルにでもしましょうか。それではいってらっしゃい。